はい、今回はこのイームズウッドシェルチェアについてお話をしたいと思います。このイームズウッドシェルチェア、チャールズ&レイ・イームズ夫妻による念願ともいえるシェルチェアです。ヴィンテージ品は存在せず、2013年に初めてハーマンミラー社が製品化したというものです。このイームズウッドシェルチェア、ご覧の通り木目が特徴的です。成形合板、プライウッドを使ってまさにシェルチェアと同じ形を実現しています。これはこっちにあるのはヴィンテージ品のシェルチェアです。比べますともう形が全くそっくりと、そっくりというかまあ同じですねというのがよくわかります。このイームズウッドシェルチェア、曲面が非常に素晴らしいです。まさにシェルチェアの形状をプライウッドで再現しています。特にこのカーブの部分が素晴らしいです。反り返りも綺麗で、手触りもよく滑らかです。よくできています。イームズウッドシェルチェアの足の付け根にはゴムのショックマウントではなくて木製のショックマウントをつけています。この椅子独特の構造です。背面から見ると美しい木目が楽しめます。このイームズウッドシェルチェアですが、プライウッドを使った、チェアといえばイームズプライウッドチェアが出てきますよね。今写真出てますよね。これがイームズプライウッドチェア。これは瀬戸座がセパレートされた、まあ、まさに名作椅子なんですが、これは瀬戸座が一体成形の合板になっています。これはチャールズ&レイ・イームズ夫妻がもともと作りたかったシェルチェアなんです。ちょっと資料をご覧いただきますね。ここに写っている一連の、プライウッドチェアですが、読めますか。これエクスペリメントモデルプライウッドシーツシェルって書いてありますよね。あの1941年から42年に、実験的に作られたあの椅子たちなんですけども、もともとイームズ夫妻はプラスチックシェルチェアを作るというアイデアの前に、このようにプライウッド合板で瀬戸座が一体成形になるという椅子を作りたかったんです。でもこの実験見てもらう通り、スリット入れたりとか、まあ、様々な形で作ってるんですが、当時の技術的にプライウッドでですね、あの合板で一体成形で作るのは難しかったんです。作ってもあのクラック、まあ、要は割れたりということがあったんですよ。それで理想としてはあのウッドシェルみたいなのを作りたかったんですけど、まあ、できなかったので、後々作られたのがあのプライウッドチェア、瀬戸座が分かれた椅子ですよね。これですね、プライウッドチェア。これが1945年から作られたもので、まあ、もちろん後の形の以前に作られたやつなんで3本足があったりとかもしますけども、あのここの部分とか一体成形にしたシェルっていうのはここが割れちゃうとかいう問題があったわけなんですよ。まあ、結局このプライウッドチェアというのはですね、もちろんヒットしてるのでいいことなんですけど、理想はまあ一体成形だったので金属のものを考えたりもしてたんですが、まあ、最終的には FRP というファイバーグラスシェルチェアという素材になったわけです。こんなストーリーがあります。この写真は私が以前アメリカミシガン州にあるハーマンミラー米国本社で撮影をしてきたものです。このプライウッドの切れ端ですが、これが 3D 合板技術です。通常の合板技術ではあのシェルチェアの3次元曲面というのが非常に難しいため、特殊な技法を使ったことでこのように盛り上がりのあって曲面を完全に実現できています。ですのでこのイームズウッドシェルチェアはまさに念願ということなんです。ではせっかくなんで座ってみますね。はい、座り心地はシェルチェアと一緒です。形一緒ですから。ただ背中のたわみはあんまりないです。ファイバーグラスシェルチェアよりは背中たわみますけど、ポリプロピレンシェルチェアほどたわむことはないです。やはりデザインストーリーがいいですよね。これはイームズ夫妻がまあもともとこういったシェルチェアを作りたかったっていうことを考えると、これこそがまあオリジナルの
本当のシェルチェアなんだっていうふうにして捉えることもできます。そうしたデザインストーリーで選んでもらってもいいですし、単純にこの木の椅子のかっこいい椅子として選んでもらってもいいです。例えばパートナーとですね、椅子の意見が食い違った時に、自分はイームズプラスチックチェアがいい、もう片方は木製の椅子がいいみたいな時に、あいむことしてこれ選んでもいいかもしれません。ダイニングテーブルにこうやって合わせてもいいですが、まあ、デザインもデザインなんで、これ個人用のデスクとして選んでもいいですし、ディスプレイとしてもいいですし、そういった意味で、いろんな意味でも、いろんな場所で使えるんじゃないかと思います。イームズウッドシェルチェア、かっこいいですよ。まあ、木材とか選択してもらって、好きなのをチョイスしてください。今回はここまでです。では。